6月13日、愛媛大学総合情報メディアセンターメディアホールにて、学生による調査研究プロジェクト研究成果発表会が行われました。学生による調査研究プロジェクト、通称プロジェクト E とは、愛媛大学の学生が自発的な発想で課題を決定し、大学から経済的な支援を受けながら調査研究を行うプロジェクトです。まずはじめに松本朝彦教育学生支援機構長が挨拶を行いました。発表会前半にはポスターセッション発表が廊下で行われました。ポスターセッション発表では、研究を行った生徒たちが審査員や発表を見に訪れていた参加者たちに、絵や写真でまとめたポスターを用いて自分たちの研究の内容を説明しました。発表会後半では、審査で選ばれた4つのグループがプレゼンテーション発表を行いました。その後、さらに審査が行われ、最優秀賞には工学部応用化学科国際合成生物学コンテストへの挑戦が、優秀賞には農学部生物資源学科愛南未利用魚介類図鑑が、努力賞には理学部生物学科松山城山の鳥類層および植生の変化についてと、医学部医学科プロサポシンの変化を指標とする新規死亡推定時刻判定方法の開発が選ばれました。その他にはアイデア賞として、工学部情報工学科学校教育のためのコピペ判別ソフト作成と、法文学部総合政策学科立ち上がった農漁村の女性たちが選ばれました。選ばれた6グループに対しては表彰が行われ、それぞれ一言ずつコメントを述べました。最後に参加者全員の記念撮影が行われました。この発表会で発表が行われたテーマの今後の発展も期待できそうです。6月24日、愛媛大学法文学部本館2階中会議室で、第1回学生代表者会議が行われました。学生代表者会議は、学生が安心して充実した大学生活を送ることができるよう、学習環境の改善およびキャンパスライフの向上に関する事項を学生自らが協議し、学長に提言するものです。まずはじめに、教育学生支援機構長室で、今年度新たに選出された院への委嘱状交付式が行われました。その後、法文学部本館中会議室へ移動し、学生代表者会議が行われました。学生代表者会議では、最初の議事として委員長、副委員長の選出が行われました。医学部代表の広瀬優です。今回、前回の経験を生かしてということもあったんですが、まだまだ未熟なところはあると思うので、皆さんの力添えが必要となります。なので、1年間よろしくお願いします。初回ということもあり、学生たちは緊張した面持ちで真剣に議事に臨んでいました。新たな学生代表者会議のメンバーとともに、私たちも充実した大学生活を送ることができるよう努めていきましょう。皆さん、こんにちは。教育学部2回生の坂井紀恵です。前期第6回ドラモシ大仏の時間です。実は今回で2013年の前期ドラモシ大仏は最終回を迎えます。最終回を迎えた今回も新入生をゲストに呼んでいます。ご紹介しましょう。どうぞ。はい、はじめまして。スーパーサイエンス特別コース環境科学コース1回生の藤井真央です。はじめまして。農学部生物資源学科1回生の入試崎です。はじめまして。法文学部総合政策学科1回生の山口みなみです。それではよろしくお願いいたします。今回のラインナップを紹介していきましょう。
就活の今を送る就活ナビ、続いて愛媛大学が誇る研究を紹介するジーカーズ愛大の探究者たちです。それではまずは就活ナビです。どうぞ。皆さんこんにちは。メディアサポーターズ映像部3回生の早見拓郎です。このコーナーはこの冬就職活動を迎える3回生の皆さんに就職活動についての基礎知識を紹介していくコーナーです。第2回目のテーマは業界企業の研究と自己分析についてです。今回は愛媛大学就職支援課の副課長を2年間務められ現在は法文学部の就職相談員として多くの学生のキャリア相談員を受けていらっしゃる久保康俊さんにお話を伺っていきたいと思います。久保さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが久保さん、業界企業研究自己分析ということ、単語自体は耳にしたことはあっても、実際何をするのかというイメージが湧かなくて就職活動を控えている今すごく不安が大きいのですけれども。そうですね、業界研究とか企業研究とか自己分析、何のことだか想像できない、どんな字書くんかなって方も少なくないんじゃないでしょうか。でも難しく考えることはありません。自分のやりたい仕事があるかどうかを探すのが業界研究であり企業研究なのです。そして一中の企業にアピールするための材料を探すのが自己分析なのです。それではそれぞれについてお話ししていきたいと思います。自分の知っている企業ってテレビの CM とか新聞や雑誌の広告で見たり聞いたりしたことのある、つまり知ったつもりでいる会社とか日頃使っている商品のメーカーや利用している店舗がほとんどなんですよね。でも実はそれはほんのわずかな企業に過ぎないのです。知らない企業は就活の対象外ですよね。自分が知らないだけでチャンスを狭めているってことになります。ですからチャンスを広げるために知っている企業を増やすことがとても大切なことになります。そして受けてみたい企業が属している業界の現状や課題について調べてみましょう。それでは具体的な方法を説明します。これは就職情報会社のナビだけではなくて企業のホームページも指しています。最低限志望先企業のホームページはチェックしておきましょう。会社の概要とか求める人物像などいろんな情報が得られます。その業界とか企業とかでインターンシップやアルバイトに従事する機会があればそれは貴重な経験になります。利用するだけですとお客様の目線なんですが、インターンシップやアルバイトで実際にそこで働いてみると従業員の目線で今まで気がつかなかったことも気がつく、そういうことも多いんじゃないかなと思います。なるほど。単にとにかく調べるっていうイメージがあったんですけれども、自分自身の体験とか、あとは知識の中にも研究要素あるんですね。自己分析とは就職活動を機に自分と向き合い見つめ直す作業です。長所と短所、強みと弱みを自覚しそれを自己 PR につなげることです。企業の採用担当者はなぜうちを志望してくれたのかが知りたいと思っています。企業や業界を研究して御社のこういうところに惹かれましたとアピールするのはもちろんのことなんですが、自分の強みや弱みを踏まえた上で私のこういう能力を生かして御社の発展に貢献したいと思いますと熱い思いを伝えることも大切です。実際に自己分析を行うための方法やツールはいろいろありますが、就職支援課のプレセミナーや各学部で開催するガイダンスやセミナーでもそれぞれの講師から紹介されると思いますので、利用するあるいは参考にしてください。自己分析は自分のやりたい仕事を探すためにの材料だと思っていたんですけれども、就職活動の中で実際に役立つ材料なんですね。そうですね、業界研究も企業研究も自己分析もどれも大切なことです。でも就職活動って研究や分析自体がそれそのものが目的ではありません。自分がやりたい仕事を見つけそれができる企業に就職するために動くこと
それが就職活動、就活なんです。3回生にとってはもうすぐ就職活動が始まりますが、就職支援課が主催するプレセミナーに参加すればいろんな疑問が解決するはずです。はい、やはり業界企業研究においても自己分析においても目的意識を持って行う必要があるんですね。僕も後悔しないように今からどんどん始めていこうと思います。久保さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。就活ナビは今回で最終回となります。3回生の皆さん、就職活動のいいスタートを切りましょう。それでは皆さん、さようなら。さようなら。就活ナビをお送りしました。就活と聞くとまだまだ私たちには実感がないのですが、2年後に控えていると考えると非常に身近な話題ですね。就活について皆さんはどのように考えていますか？はい、私は就職についてはあまり考えていなくって、大学院に行って研究を続けたいと思っています。だからこそ就活の話もいろいろと聞きたいのですが、大学院についての話も聞きたいと思っています。はい、私はまだ大学院に進学するか就職するかをはっきりと決めていません。なので今回の話は将来を考える上でも大きな材料になりました。はい、私は就活の方を考えていて、周囲の人から就活は戦場のようなものだと聞いていてとても不安に思っていたので、今回このコーナーを見てしっかりと対策を立てていきたいなというふうに思いました。なるほど、いろいろな意見があるんですね。皆さん一回生ながらにいろいろと就活のことについて考えられていてすごく感心しました。さて、ここで話題をガラッと変えて、もうそろそろ夏休みですね。私は夏休みに一人旅でいろんなところを転々としたいと思います。夏休みが長い大学生だからこそいろいろなことを体験したいなと思います。皆さんは夏休みに何がしたいですか？はい、私は海に行きたいです。はい、私は友達と遊びに行きたいです。はい、私は早く運転免許を取っていろんなとこに行きたいなと思っています。はい、楽しそうですね。テレビの前の皆さんも楽しい夏休みを過ごしてくださいね。さて、続いてはジーカーズ間への探求者たちです。それではここで藤井さんに V 振りをしてもらいましょう。はい、ジーカーズ間への探求者たちです。どうぞ。皆さんこんにちは。メディアサポーターズ映像部3回生の早見拓郎です。皆さんはこの愛媛大学で全国的また世界的に有名な研究が行われているのをご存知でしょうか？この GCAS アイデアの探求者たちでは、そういった研究センターを取り上げ研究に携わっている第一人者の方にお話を伺っていきます。今回紹介する研究センターはこちら、 GRC地球深部ダイナミクス研究センターです。一体どんな研究が行われているのか楽しみですね。それでは早速見てみましょう。どうぞ。地球深部ダイナミクスセンターは愛媛大学城北キャンパスにあります。このセンターでは地球深部の構造や物質構成についての先端的研究が行われています。世界一硬いダイヤモンドと言われている姫ダイヤもこのセンターで開発されたものです。今回はセンター長の入船哲夫教授にお話を伺います。我々は地球の非常に深いいわゆる深部の研究をしています。で、方法としてはこういった大型のいわゆる超高圧装置というものを用いたり、コンピューターを使った数値シミュレーション、そういった実験と理論と、そういったことを手法として、地球のマントルとか核とか、そういった深いところの物質だとか性質、それからその運動、
ダイナミクス、そういう研究をしてます。いろんな研究してきたんですが、最近ではですね、一つにはこういったマルチアンビル装置の特に大型の、装置を使ってですね、地球の中の物質あるいはそれに限らず、いろんな新しい物質を合成すると、そしてそれをいろんなことに応用するというちょっと地球科学と離れたような、材料科学に近いような研究もしてます。あとはカブマントルっていうですね、地球の、マントルの深いところのでいろんな物質の変化、総転移っていうんですが、そういったものが起こっている、そういったところを実験で、そういった総転移の詳細を解明したりだとか、創生それぞれの物質がどういうふうな変化をしていくかと、そういった研究をやってます。基本的には我々基礎科学の研究をしているので、地球の中がどうなっているか、どういう運動があるか、あるいはその進化がどうなっていくかと、そういう地球科学の研究が基本なわけだけども、その中でですね、例えばこういう超高圧技術っていうのは我々非常に進んだものを持ってて、これを使って先ほど言ったような新しい物質の合成っていうこともやってます。でその中で生まれた一つがですね、いわゆる姫ダイヤというダイヤモンドの中でも非常に硬い、我々ナノタケッショダイヤモンドと言ってるんですが、そういったものも副産物として今できてます。これは普通のダイヤモンドより非常に硬くてですね、いろんな加工だとか、そういった応用が今開始されてて、基本的には基礎科学の研究を進めてるんですが、その中で、たまたまできたそういった応用研究、そういったものについても研究を進めてます。そうですね、基礎研究に関してはやはり人間というのはその好奇心、今後、我々がどうなっていくのかとかね、我々がどういうふうにしてできたやってきたのかと、そういうことを知りたいという、そういう要求に、科学者としては答えていく必要があるということで、宇宙に関しても同じですけども、そういう知的好奇心、人間の探求心を満たすというような方向で役立っていくと、信じてますし、それから先ほど言ったヒメダイヤなんかはですね、非常に硬い、世の中で一番硬い物質なので、いろんな超硬材料、硬い材料の削ったりとか、そういった加工ですね、あるいはヒメダイヤは非常に細かい、ナノサイズの粒からできているんですが、そういった特徴を利用して、非常に精密な加工だとか、そういう工業面での応用に使えますし、それから非常に硬いということを利用してですね、我々 のこういった超高圧発生、そういったものにも今利用を始めています。一つにはやはりその未知の世界を知るということですね。それで、宇宙なんかもわからないことたくさんありますけども、我々の住んでる地下、地球の深部っていうのも非常に高い圧力温度の世界で、なかなかそういった研究はこれまでなかったんですね。それでそういう条件、温度圧力を実験室で再現すると、そういった研究が当時私が学生の頃に始まりまして、これは面白そうだということで、この世界に入っていたと。あとは割と手先が器用だったっていうのも、こういう世界でやっていけるかなという、そういうこともあったかと思います。さっき言いましたように、我々ヒメダイヤという非常に硬い物質を作ったので、これをですね応用して、我々自身で、100万気圧あるいは200万気圧というですね、非常に高い圧力を、自らの手で、出していきたいというのが、今後の一つの課題だと思っています。それからもう一つは、こういうヒメダイヤを作った方法っていうのは、いろんな新しい物質の合成にも使えるので、ダイヤモンドに限らずですね、いろんな
新しい硬い材料だとか、あるいはダイヤモンド以上に硬い、そういった物質についても今後ですね、作っていきたいというのが、まあ、2つ目の夢ですね。ジーカース、愛大の探究者たちをお送りしました。愛媛大学ではこんなに面白い研究をしているんですね。さて、前期ゾロ虫ライブスも終わりの時間となってしまいました。それでは最後に新入生に映像部への抱負を語っていただきましょう。私は映像編集の技術を身につけたいと思っています。機材を使いこなせるようになりたいです。私は撮影と編集どちらもできるようになりたいと思っています。いい抱負ばかりですね。私も皆さんに負けないように抱負を作って頑張っていきたいと思います。ゾロ虫ライブスは後期も放送の予定です。10月頃から放送開始する予定なので、皆さんぜひ見てくださいね。それではさようなら。このコーナーでは大学会館1階パルトや生協の常服ショップコスタなどにある一言カードを紹介するコーナーです。一言カードとは、生協に要望などがある場合に愛媛大学の学生教職員が自由に投稿できるカードのことです。その中からスタッフが独断と偏見で選んだカードを紹介していきます。では今週の一言カードの発表です。今年は昨年と違って皿うどんに嫌いな椎茸が入っていて、やられたと思いましたが、完食ができました。他の嫌いな食べ物にも少しずつ挑戦していきたい。素晴らしいです。将来皆さんもお父さんやお母さんになります。それまでに嫌いな食べ物を少しでも減らして、好き嫌いのないようにしましょう。ご飯を誰かのためによそってあげたいので、アルバイトの募集があったらぜひ。ご飯を誰かのためによそってあげたいって素敵ですね。しかしながら、今城北食堂のアルバイト募集はございません。募集をする場合は一言カード掲示板に出しますので、その時はぜひご連絡くださいね。学食をいつか制覇します。多分毎週メニューが変わります。月ごとにフェアもしています。ぜひ全メニュー制覇してください。どうでしたか？まだまだいろいろな一言カードがあります。皆さんもぜひ投稿してみてください。